にちは。漢方薬膳研究家の坂口澄美です。この番組では簡単で美味しくできる日々の養生ご飯を紹介しています。もし気に入ったらチャンネル登録よろしくお願いします。你好，我是日本的药膳专家坂口诸位。这个频道介绍简单好吃的日式永生菜。如果你喜欢我的视频，请订阅我的频道。好，那么我们开始吧。始めていきましょう。今回は気分の落ち込み、イライラ、抑うつ感を感じている人にみかんを使った養生料理5品を紹介していきます。春は寒暖の差が激しく自律神経の乱れやすい時期です。中国医学ではこのような時期には気の流れが悪くなり、その部分で滞ることによって詰まり感が出たり、さらに精神的にも不安定になると言われています。気の巡りが悪くなるとその部分で張り、こり、詰まり感が出ますので、例えば具体的には頭痛や目の奥の痛み、慢性疲労、肩こり、首こり、足がつる、筋肉の張り、このような症状が出ます。さらにはエネルギーが停滞することによって消化機能が低下して、胃もたれやガスがたまる、それから便秘などといった消化器系の症状を訴える人も出てきます。また中国医学では体と心をつながったものと考えますので、体のエネルギーの流れが悪くなると心にも影響が出てきます。例えば抑うつ感やイライラ、気分の落ち込み、ストレスを感じやすい、怒りっぽくなるなどの症状です。薬膳ではエネルギーの流れを整え調整する食材を食べることでこのような症状を改善することができます。そのような食材の一つが冬から春にかけて多く取れる柑橘類です。今回は春に取れる夏みかんや八朔などを使った養生料理を作っていきたいと思います。柑橘は古くから生薬として使われます。例えば気滞、気滞、頭皮、真皮、精皮などいろいろな柑橘の皮や実が使われてきました。この柑橘の皮や実の主な働きは気の流れを整えることです。気、エネルギーを利する、整えるということで力薬という働きのある生薬としていろいろな漢方薬の中にも使われています。柑橘の力の働きにはたくさんの効能がありますが、今回は3つの働きに絞ってお伝えをしていきます。1番目、まずはエネルギーの流れを整えて血流を改善する働きがあります。気の滞りを改善し、肩こり、頭痛、筋肉の緊張を緩めるような働きがあります。漢方では四逆散という処方にこのような症状を改善するために気滞という夏みかんや橙が処方されています。柑橘には血管を拡張させて血流を良くする働きのあるヘスペリジンというポリフェノールが含まれていますので、このヘスペリジンをしっかり摂ることによって血流改善効果、エネルギーの流れを良くするような働きが期待できます。このヘスペリジンは皮や袋、それから筋などを捨てる部分に多く含まれていますので、今回の養生料理でもこの部分を捨てずに使っていきます。2番目の働きは胃腸の働きを整える。柑橘の皮は消化液の分泌を良くしたり腸の前頭運動を高める働きがある生薬です。漢方処方の胃薬である補中益気湯や立君子湯には温州みかんの皮が配合されています。3番目はリラックス効果。気持ちが塞ぐ、イライラするなど情緒不安定が気になるときに柑橘の皮を使うと精神安定効果があります。酵素酸、雲丹湯という漢方はヒステリーやイライラに使われる漢方で、温州みかんや橙が使われています。柑橘独特の爽やかな香りの成分リモネンやテルピネンはリラックス効果、リフレッシュ効果があり精神疲労を緩和する働きがあります。これらの効果のほとんどは実の部分ではなくて花皮や袋、筋などに含まれていますので、ぜひ皆さんも柑橘を食べた後にはその部分を有効利用してくださいね。それでは早速料理を作っていきましょう。
夏みかん胡椒が完成しました。みかんの皮に含まれる香り成分リモネンやテルピンがたっぷり、食べるだけでリラックスできる調味料です。あらゆる食材に加えるだけで爽やかな味付けになります。夏みかん胡椒を使ったイカとアボカドの夏みかん胡椒炒め。タウリン豊富なイカ、不飽和脂肪酸がたっぷりのアボカドを合わせて疲労回復効果があります。アボカドを加熱することでクリーミーになり、とっても美味しいです。こんがりと焼いた鶏肉に夏みかん胡椒を添えました。いくらでも食べられるような美味しさです。夏みかんとしらすのお寿司です。夏みかん、しそ、しらす、
の組み合わせはエネルギーの巡りと血液の巡りを良くします。さっぱりして爽やかな味が楽しめます。酢飯が苦手な人もレモン汁を使うと美味しく食べられます。エスペリジンが豊富な夏みかんの皮を活用したマーマレードです。市販のものに比べて甘さを抑えて作りました。パンにのせるだけでなく料理にも活用できます。例えば肉や魚と一緒に焼いたり、肉を煮込む時に一緒に入れたりするとフルーティーな煮込み料理ができます。夏みかんのマーマレードを使った鶏肉の夏みかん風味グリル。いつもの鶏肉料理が簡単にレストラン風になります。柑橘の消化促進効果で胃腸にも優しい肉料理、食欲がない時でも美味しく食べられます。いかがでしたか？夏みかんが取れる時期に作っておくと体を整える養生ご飯がいつでも簡単に作れます。他の柑橘でも作ることができますので、ぜひ試してみてくださいね。今日の内容が気に入ったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。请订阅我的频道。ではまた。再见。